は子供に何か言った時ね「分かってるよ」と反抗的に返事されると頭にきますよね。うん、それで「分かってるならどんどんやりなさい」と言い返してねまた「うるさい」と反抗される。さらにですね親に向かって「うるさい」とは何なの?「うるさいからうるさい」って言っただけ「どんどんやらないからでしょ今やろうと思ってたの 嘘言いいなさいああもうやる気なくなったといったね、えー、親子での言い合いになるまあこれよくある光景ですよねでもこういう言い合いをするとねお互いイライラしてさらにストレスがたまるってことはありますよね。特に子供がね反抗期の時にはこういうことがよく起こると思うんですよね。今日もやったという人もいるんじゃないでしょうかね。 こういう不毛な言い争いを防ぐためにね一つ気をつけたいのがその時の子どもの状況をよく見てから話しかけるということなんですねつまり子どもをよく観察する観察力がが大事でです。すす。これななないいいとですね、不毛な余計な言い争い増えます例えばですね大人でも家計簿の数字が合わなくてねイライラしながら計算している時に 話ししかかけらられたらどうでしょうでょねあるいは毎週楽しみにしているテレビの連続ドラマをね夢中で見ている時に何かね話しかも楽しい話ならともかくね「さっき頼んだアイロンがけまだしてないじゃんいつになったらやってくれるの?」などという話だとしたらどうでしょうかね。 ついね「分かってるうるさい!」と言いたくなるのもわかりますよね。同じように子供も友達との LINE のやり取りでね何と返信したらいいかということを一生懸命考えあぐねているところかもしれません。あるいはね大好きなアニメのお素敵な場面を夢中で見ているところだったかもしれませんよね。あるいは、 新しく買ったガジェットの使い方が分からずにねとりあえず書い説明書をねちょっとイライラしながら読んでいるそういう真っ最中だったかもしれませんこういう時にね話しかけられてもね気持ちよい返事をすることっていうのはなかなか難しいですよねこれ大人でもそうなんですけどねですから今相手はどういう状況か相手の心内面は どういうい状態なのか今これを言ったとして相手には聞くゆとり余裕があるのかこういうことですよ。もし話を聞けるような状態でないなら話しかけるのをやめた方がいいですよね。そして相手にとって楽しい話ならともかくねそうでない話の場合これはね絶対的に必要な配慮ですよね。 自分が何か思いついたら相手の状況を配慮せずすぐ話しかけてしまう相手の心理的な状況などお構いなし言いたいこと自分が言いたいことをどんどん言ってしまうこれもちろんね悪意はないかもしれませんけど観察力がないばっかりにね相手の神経を逆なでしてしまってるわけですこれだと当然うまくいきませんよね まして相手が思春期の反抗期ならねなおさらです。で大人同士の職場でもねこういう人いますよね。えー、でも職場ではね配慮ができるのに我が子あるいは家族には配慮ができないという人もいます。そういう人はやっぱねちょっとこうわが子とか家族に甘えてるんですよねはっきり言うとね。職場ではできるんですからね。でところでね先ほどね相手が聞ける状態になるまで待ちましょう。 ということを言いましたけどいつまで待ってもそうならないいつまでも待っていられないそういう時もねもちろんあると思うんですよねそういう時は初めにね相手にとって楽しい話をしてみるといいと思います例えば相手を褒める話とかねあるいは相手が興味を持っている話題を持ち出す例えばねこの前のテニスの試合サーブが絶好調だったね まあこんな感じでこう褒められるネタを探してね、まずはそこから入る、話しかける。あるいはね、丸尾の猫パンチって可愛いよね。つまり可愛がっているペットがいる場合ね、その話題は非常に効果的です。あるいはね、ジャイアンツがまた連勝記録を伸ばしてるね。という風にね、応援しているチーム、こういった話題、これもね、効果的なんですよね。とにかく、 相手にとって心地よい話題から入るということなんですよ相手がそれに答えてくれて少し会話ができればそこで相手の気持ちはオープンな状態になりますねそうなってからこちらの言いたいことを何気なく言うということですね大切なのはね咎めたり責めたりするそういう言い方をしないということです特にいきなりそういう話をしてはいけませんよね 「勉強しなきゃダメでしょ」とかね「いつになったら片付けるの?」こういったことこれはとがめているからもう絶対 NG ノーグッドですよね。さあ勉強しようかとかね「じゃあそろそろ片付けるかなどならまあまあ OK だと思います」ね。「勉強ちょっとだけやっておく?」とかね「手伝ってあげるからちょこっと片付けしておこう」まあこういうふうにねハードルを下げて 簡単そうにして促す。これはね、非常に効果がありますね。ですから、いきなりね、否定的な言葉をぶつけるっていうのはもう極力避けた方がいいです。ね、とにかく相手を観察してで、ハードルを下げてね、とにかく子供のね、分かってる、うるさいという言葉にイライラする前にね、自分が無神経かつ無配慮に話しかけていないだろうかと。 いうことを、ね、反省してみることも大事でしょう親がもう少し観察力を高めてねそしてちょっとした配慮をしてあげるだけでこういったね不毛かつ、えー、イライラするね時間っていうのは非常に防げます良い親子関係が築けるようになってね子供にとっても親にとっても居心地の良いそういう空間になってきます家庭というか空間がね まあそういう中で子供はね自己肯定感と他者信頼感を育む,むことができます居心地の良い家庭これ大事ですよねそのためにやっぱ親がよく子供を観察して今どういう状況かということをね見抜いてから話しかけるということが大事ですで話しかける時もね相手にとって心地よいそういう話題から入っていくということが大事ですねということでね是非 えー、心がけてみてください職場ではできるけどうちではできない我が子にはできないっていうのはねちょっとやっぱねあのー、反省必要だと思いますよなぜならね職場の人間関係より家庭あるいは我が子との関係の方がよっぽど大事なんですよ大事な人をやっぱり大事にしましょうねということでもう一回言いますけどよく観察して相手の状況を見抜いてから話しかける今はやめといた方がいいという場合は やっぱ話しかけないとね大丈夫そうだったら話しかけてくださいでどうしても待ってられないときはね相手にとって心地よいそういう話から入るということですえ否定的な言葉っていうのはもう極力下げた方がいいということですねということで心がけてみてください、えー、最後にお願いですけどねあのこの動画が参考になったという場合はあいいねボタンをぜひお願いします あとチャンネル登録などねしていただけると大変嬉しいです。この2つがありますとね、あの YouTube の方であの関連動画としてね、えー、頻繁に出してくれるということなので、ぜひお願いしたいと思います。